こんばんは、染吉です。前回ですね、砂漠の方を探索しに来て、新しい町を発見しました。テレールレバーかな。で、ちょっとどこに行っていいかわからないので、この塔を攻略しようかなと思いますですね。でなんかちょっと情報を調べよう。真ん中の一番高い塔にシェイユ・ノエルの部下と名乗るモンスターがいます。これか、この右手にあるやつか。あと何か言ってた。はあはあ、聖なる塔を占領してしまいました。なんかいいないかな。そんなもんか。例えば移動湖、前回見つけましたね。あそこは行く必要があるのかな今後。なんかあの話をするためだけのものなのかどうなのかって感じがすごいするんですけど、こんなものかな。お金があればね、武器を買いたかったんですけど、お金もないので。そう、買いたいわ清流と。まあ仕方ないですな。あ、技ポイントがちょっと回復しないので一回寝てから行きたいと思います。で、真ん中の一番高い塔に、ノエルの部下がいるらしいので、真ん中これでも、じゃあ左右の塔って何の意味があるんだろう。まあでも、まあ、いるっていうんだから行ってみましょう。多分ダメだったら途中で行けないってことで、元に戻されるとか回される気もするので、これ絶対エンカウントするのか。なんだこれ、エルダーって。強そうだな。うわ、後ろばっか狙ってくる。勘弁してくれ。あ、結構 HP が高いっぽいですね。うわ、回復する。マジか。おいおいおい、やめてくれやめてくれ。なんかプリーストみたいなキャラクターなんですよね。あ、混乱するんだ。これはちょっと厄介だなこいつら。このターンで倒せるでしょう。混乱してるのでそんな苦労はしないはず。あ、よかったです。いや、だいぶ証券が育ってくれて楽になりましたね。ここは？うわうわうわ、いっぱいいる。これ外階段から回れちゃうけど、これでいいのか。おお、なんだこれは。
うわこいつらなんか後ろのやつを積極的に回復やめてくれ。ナイス。後ろにいる人を積極的に狙ってくるのかな。なんかパリーしてる意味がない感じがしますね。これで混乱さしとこう。 OK。 あとはゆっくり殴るだけで OK ですね。これで最後かな。よし、なんだこのキラーマシンってやつは。うわ強そうだな。ちょっとこれは忍者から倒した方が良さげか。一応パリーしておきましょう。お、出た、カポエラキック。おー、いいっすね。はいはいはい、消費が6なんですけどね、これはまあボス戦で結構役に立ちそうな技ですね。やはりあの蹴り技をやってると蹴り技を覚えやすいような、蹴り技っていうかキックをしてると蹴り技を覚えるのかな、なんかそんな気がしますね。うわ結構食らうな。お、え、みじん切り？ミス。みじん切り、剣による攻撃を行う、攻撃力だが回避されやすい。ほーん、ちょっともう一回やってみろよ。ナイスガード。うわそれでも150か。あ、倒しましたね。これは一回セーブしておきましょう。さあこれで一番上の階かな。あーこんな感じ。ちょっと待って、あっとっとっと、なんか強そうだな。よし。あー全然食らわない。証券は骨系に全然ダメージが出ないんですよね。ここがな、まあしょうがないですね。
おっと、回避された。これどっちに行けばいいんだ。なんだあれ、あれか、こいつらか。おっと、お、なんかいっぱいいるな。人間系にはマッドバイター混乱させる技がかなり有効みたいですね。おっとミス、これは痛いな。ナイス。オッケー、ナイス混乱。おっと、このまま行かしてくれないか。そばと。後ろの S を倒しておきたい。うわ、催眠が、これほんと厄介ですね。お、倒した倒した、ナイス。よし倒した。一回ここでセーブします。さあ、これボス戦ですね。行きましょう。なんだ、貴様らは。俺はノエル様からこの塔を預かっているのだ。俺に挑戦するのはノエル様に歯向かうことだと分かってるのか。ちょっと頭が悪そうな喋り方ですね。それがどうした。それがどうしたって、ノエル様だぞ。英雄実力1と言われるノエル様だぞ。怖くないのか。英雄1はワグナスだろう。第一貴様はノエルでも何でもない、ただの雑魚モンスターだろうが。確かに。英雄で一番なのはワグナスなの。そうなんだ。覚悟しろ。待って、ちょっと待って、そう、生きり立つだよ。ノエル様すごいぞ。従っていれば次々と新しい体をくれるぞ。それで永遠に生きられるのだ。なんか皇帝みたいな感じだね。な、いいだろう。お前もノエル様の部下になれ。そうか、ノエルもか。貴様は帝国の皇帝について聞いたことがあるか。もちろん、俺たちにとっては第一の敵だからな。俺の前に来やがったら首を取ってやるんだがな。まさか皇帝。お望み通りだぜ、来なよ。わあ、すごい、なんかと思ったらめっちゃ強そうじゃね、こいつ。マジで
カポエラキックかますか。どうしよう。セルフバーニング。一応かけとく。一応パリ色。ここは切り落とし。そして感電するのかな。ちょっと混乱するか試してみましょう。あ、混乱した。うん、パリーした後立って防いだ。こいつ2回攻撃するのか。カポエラキック、いいね。ダメージが、ファイヤーボールで、ちょっと待って、 HP245 とりあえず大丈夫かな。1回回復しときます。で切り落とし、これだな、プラズマスラストだな。うわ、いた。うわ、2回攻撃してくるんだ、これは厄介。あ、火が効かない。ちょっと待って、これ回復間に合わねえんじゃないか。周期砲、火が効かないから、傷薬で、いや、これパリしてた方がいいな。切り落とし、よし。わあ、いていて、ナイスパリー。あまり効果的ではないですね。よし、 HP は回復した。もう一回カポエラキック、かった。魔法効かないのか。いや、これパリーだな、危険だ。こいつは動いたらやばい。でまだ強戦士のままか。おっしゃ、成功した。マタドール成功したぞ。わ、風の魔法がダメージ出ないですね。わ、ダメージ食らってしまってる。パーリー切り落としで、待って、こいつは混合力で、どうしよう、皇帝の力を高めよう。まずは、あ、倒した。ナイス。これ完全に証券の技で勝利した感じするわ。テレルテバを解放し、お、これ領地になりましたね。114年後、お、114年後、だいぶ進んでしまった。そしてまた新しい皇帝を選ばなくてはいけない。今回は、カールって最初にいた、竜の穴に最初にいた人、カール様だよね。これあれか。カール2世だ。で、あとは、フリーファイターの人、男性。ほんほんほん。また泥棒皇帝。 LP8 だぞ、これはちょっと厳しいですね。これも LP7、 ちょっと待って、シティシーフはちょっと厳しいかな。シティシーフ使うのは、なんか思った
った通りの人が出てこないな、なかなか。ということなのでどうしましょうかね。もう選択肢的にはもうこの下2人はなくて上の2人ですよ。参りました。まあでも今回も、2台連続、格闘家でいこうかな。なんかフリーファイターが皇帝ってなんかなって感じなんですよね、まあ、勝手な思い込みなんですけど。なので、カールにします。はい、では今回の動画はここまでとします。次回またこの時代が進んだのでね、いろいろ進展があるかと思いますので、まあ、そのあたり調べながら、手探りでやっていきたいと思います。ではご視聴ありがとうございました。染吉でした。